はい、どうもくまです。今回はこのツイードネイルですね。結構こう凹凸があるタイプのツイードです。こちらで実際にお客様にやっているところを撮影しましたので、解説とともに見ていきましょう。はい、ではまずベースジェルを塗っていきます。今回は使っているのがベースマックスですね。こちら塗り方に関しては以前のベースジェルの塗り方の動画を参考にしていただければと思います。概要欄の方にリンク貼っておきますね。でこちらなんですけども、今度動画をアップしますが、スカルプを10本つけております。はい、ちょっと早送りですね。スカルプで、そうですね、ある程度長さを出してピンチを入れているので、かなりもともと爪の形が綺麗な方なんですけど、さらに綺麗なフォルムになっています。今塗ってたのがベトロの88番で、今塗っているちょっと暗めの赤がベラフォームの259番です。それで今塗っているツイードのベースになるカラーがベトロの466番、少し細かい粒子のラメで、ゴールドがかった感じではあるんですけど、すごい使いやすい色味ですね。それで今パレットの方にライナー筆で88番取りまして、ここから細い線をピッピッピッと勢いで描いていきます。これゆっくり描いていくとこうガタガタしちゃいますので、なるべく毛先の細い、毛足の長いライナー筆でこうスッスッと描いてあげると、まっすぐな綺麗な線が描けます。それでまあいっぺんにやっちゃいますね。薬指と親指、それで今出しているのは975番ですね。ベトロの975番です。かなりこう固めのテクスチャーになっておりますので、立体感を作るのにすごく向いております。それでツイードもそうなんですけど、まあこういうチェックを作るときは縦糸横糸をこう折り込んでいくようなイメージで、縦描いたら次横、縦横とやっていくと、まあ実際なこうまあ折られてるような雰囲気が出しやすいと思います。なのでまずは縦描いて硬化して、横描いて硬化して、まあ、そういう感じにやっていくと、まあ割と簡単にこう立体感だったりとか、こう実際に折りなされてるような雰囲気になるかなと思います。それでこちらはベトロの402番、少しだけちょっと茶色がかった深みのある赤です。これでライン入れることで全体が引き締まってくれます。これはちょっとポイント的に数箇所ラインを入れていきます。なのでだんだんこう慎重にこうラインを入れ始める段階ですね。それでまた975番の白を次は縦に入れていきます。先ほどは横に入れたので次は縦。この段階になってくるとかなり凹凸ができてきますので、まあ、普通にまっすぐ線を引いたとしても横のラインにぶつかってポコポコポコっといい感じに生地感ができていきます。ここら辺からこう慎重に、ほんと慎重にラインを入れていきますね。もしこの時点で失敗しちゃったなと思ったら、また上から赤だったり他の色でカバーしてあげるっていうことも、まあ、ごまかしのテクニックの一つですね。で次は88番の赤を横に入れてます。ここら辺から本当下の色
どのように重なっているか計算しながら線を入れていきますね。ちょっとここ白多いなーってところに赤を入れたりとかするといいバランスになってくれます。で、今は硬化してから喋るの疲れてきちゃったマットコート、ベトラのマットコートを薄く塗布してます。せっかくこう生地感を出しているので、もう綺麼につるっとさせちゃうと凹凸感がなくなっちゃいますので、こう生地の中にこうマットコートを入れ込む、擦り込むような感じで塗って硬化して今拭き取りました。で、最後仕上げですね。ベトラの975番、こちらで最終的な凹凸、表面のボコボコした凹凸を入れていきます。で、この975番が優れもので、トップコートがいらないんですよ。トップコートがいらないっていうのは、このまま硬化すれば拭き取りいらずで仕上げることができます。こちらはベトラが推奨している硬化時間だったりとかワット数よく確認して実践してみてください。ツイーダーでも本当冬になると急にやりたくなるもんですよね。これにグリーンを入れると本当クリスマスっぽくなりますし、まあ春先でしたらちょっと明るめのピンクとかにしてあげると可愛いかなと思います。それで今回はちょっと久しぶりにビジューをつけてみました。やっぱりキラキラしてるのいいですよね。この入れ方とか付け方は、まあ、その時その時、あ、ここに隙間があるなとか思ったらパール入れたりとかブリオン入れたりとか、まあ、メタルスタッツ入れたりとか、まあ、そんな感じでその時その時で考えながら入れてます。バランスを見ながら。で、今これ仮硬化してます。ライトに入れる前に固めておかないと、お客様間違ってぶつけちゃったりとか流れちゃったりとかすると、もう間違った形で固まっちゃうんですね。そうするともう修正がいかなくなっちゃいますので、まあ、絶対に先に硬化しておいた方が後悔しないと思います。はい。で、今最終的な仕上げですね。ベラフォーマのトップジェルエンネでフォルムを作って仕上げています。はい。こんな感じで仕上がっていきます。まあ、これ本当実際に、まあ、かなりかいつまんだりとか早送りしてますけど、実際のこれお客様に施術している時の施術だんだん口が回らなくなってきた施術している時の動画になりますので、まあこれがリアルですね。だいたいスカルプオフしてつけてアートして3時間ちょっとぐらいですかね、これだと。まあここら辺もこれからネイルスクールとかやるんですけど、オンラインの。そこら辺で分かりやすくお伝えしていければなと思います。12月中旬ぐらいにはお伝えできると思いますので、詳しい内容は。もし興味ある方はチェックしてみてください。はい。ここで仕上げていきますので、今回も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。